今から皆さんにパワーを与えます。パワー、どうも、ふきょうとうです。だからこの点とこの点とこの点が出るわけだ。この点は出ねえよ。 AB 通らない接戦なんだから。どうも、セテンティーです。早いですね、本当に。ほんまに早い。ドキドキですね、皆さんね。はい、ということで今日は体調管理とね、あのメンタルケアをという話をしていきたいと思います。はい、まずですね、考えすぎてしまう時ってあると思うんですけど、うん、本当に将来のこととか、まあ、受かるか受からないかってことですごい考えすぎてしまうことがあると思うんですけど、まあ、授業動画をねその時見たらいいと思います。授業動画を見て、まあ、ノートを取りなりなんなりしていただくと、まあ、その間何も考えなくて済みますのでね、参考書とかで勉強するよりはメンタルケアに、ね、なると思います。うん、まあ、特にですね、以前に見たことがある動画だとか、例えば参考書とか過去問でもそうなんですけれども、解いたことのある問題を重点的にやってください。まあ、できるだけ新しい問題をやらないと。で、それなんでかっていうと、その自動的にね、できるようになりますから。例えばどういうことかっていうと、80分で今まで解けていた問題が60分で解けるっていう風になっただけで、それは頭の中も活性化してるんでね。うん、で、まあ、なんせ勉強時間と真の学力っていうのは絶対に相関します。実際勉強すると頭の中のその構造ですね、どん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 繋がっていきます。記憶というかそのシナプスですね、シナプスとかそのスパインっていうふうに言われるその脳神経、ニューロンの中のこう構造がどん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 変化していきますので、うん、勉強時間と真の意味の学力、真の意味での学力っていうのは相関するに決まってるんですね。だからそこをしっかり、そういう信念を持って勉強していただけるといいと思います。まあ、それはそうだって、学力すら新しい知識を増やしてんねんからさ、うん、増やして減るわけがないやん。そうなんですよ。そんなね、断捨離じゃないねんからさ、そう意味わからんな、例が。断捨離だから、ここどんどん増えていくねんから、うん、それは勉強って積み重ねやと思うねんやんか、うん、ミルクレープみたいにね、どん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 ね、積み重ねていってもらったら、それは皆さんはね、力となってね、うん、受験の武器となって発揮。要するに排水口はね、そんなないですからね。うん、そうそう、まあニュアンスで感じ取ってください。はい、次はね、ふきょうとうから体を慣れさせるっていう話と食事、ふきょうとうから体を慣れさせるって話と、あと、まあ何の勉強をしたらいいかって話ですね。まず勉強の方からいきましょう。まず苦手な科目をやってほしいなというふうに、苦手な科目の潰す、これをやってほしいなと思います。もう勉強の基本ってまず得意な科目を伸ばすっていうことと、苦手な科目を潰すってことがあると思うんですけども、まあどちらも並行してあるっていうのがいいですけども、やっぱり苦手な科目を潰した方が点数アップにはつながりやすいですけど、自信をなくさないようにっていうことですね。勉強はさっき授業動画見てほしいって言いましたけど、やっぱりそれは自信をつけるためじゃないですか。自信をなくさない程度に苦手科目を潰してほしいなというふうに思います。で、特に効果が出やすいのが理科と社会です。やっぱり、まあ、理科だったら皆さんは理系が多いと思うんで、無機化学であったりとか、あと、まあ社会であったら、まあ日本史であったり地理であったり、やっぱその辺は日本史なんか1週間で僕40点上げた友達知ってますだからそんなぐらいやっぱ本当に上がるんですね。だからまだ諦めずに、腐らずにね、共通テスト問題取り組んでいってほしいなというふうに思います。そして寝る時間、起きる時間、皆さんまず共通テスト何時に始まるか知ってますか？じゃあ何時に起きる、じゃあ、ね、7時間寝ると仮定しましょう。じゃあ何時に寝ますか？皆さん、そのスケジュール、今日バス何時に乗らなあかんとか、電車何時に乗らなあかん、ぜひ調べてみてください。もう、それで共通テスト遅れて寝坊したら本当にもう泣けないじゃないですか、泣くにも。だからその辺やっぱりしっかりね、確認して、何時に寝るのか。そしてそのリズムですね。例えば、6時に起きなあかんねやったら、11時に寝る。そしてその11時6時っていうリズムをこの2週間ね、刻んでいってほしいと思います。じゃあ本番も眠たくなく、そのリズムで起きれるんでね、ということでやっていってほしいなというふうに思います。まあ理系の人なんかやったら社会が一科目なので、ちょっと起きるの遅くて済むんですよ、うん、でなんですけど、ちょっとお寝坊さんをするとやっぱり頭が活性化しないままテストに臨んでしまう可能性があります。リズム大事ですからね、うん、はい、ということでね、はい、しんどいなっていうふうに思いましたら、概要欄にツイッターが載っておりますので、ツイッターの DM ね、見てください。もうツイートうるさかったらミュートしていただいていいんで、 DM だけね送っていただければ返答をいたしたいと思います。はい、では終わりましょう。バイバーイ。